ランドリーグ第3節、この時間はロンドン対バーンリー、こちらの一戦をお楽しみいただきます。この試合を心待ちにしているサポーターたちがスタンドに詰めかけています。天気は曇り、時折雨もパラパラと混ざって降っている状況です。今日のナイトゲーム、このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしく。どうだ、クロス、レオナル渡ります、シュートまでいけるか、さあスコミだ、シュート押し込んでくる、前半アディショナルタイムです。ニコラス・ペイプがこう弾いたボールを正確に押し込みました。いい反応でしたね。セカンドボールをきっちりと押したポジションで取って、スイートが空に流し込んだいいボールですよね。今シーズンの3ゴール目となります。結局前半のゴールが決勝点。さあ北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。ホーム側としては前半のゴールによってその後の試合運びに余裕が出てきましたよね。